もちろんです。僕にとって最も縁遠い言葉、それは失敗です。もしくは不成立、つまりはそういうやつです。足止めになり、その上2人の仲も進展で、僕にとってはたとないほどの一石二鳥、期待大です。
そういえば白川さん、また告白を成功させたそうですね。お昼休みに別のクラスの子がお礼に来てましたよ。お昼ですか。その時は別件で動いてましたね。今日も京都でミュウと派手に追いかけっこを繰り広げてましたね。案件は初恋の相手との間を取り持ってほしいという内容だったのです。ここはと思わず燃えてしまいました。そうですね、気持ち的には全ての案件を平等に扱っているつもりだけど、やっぱりちょっと色をつけたくなるじゃないですか。ご祝儀相場的な。初恋は実らないって言うけれど、そんなのはただの迷信。それを証明するためにもできるだけ叶えてあげたいとは思ってしまうかも。兄はどうですか？初恋はうまくいきましたか？相手と急に距離を詰めすぎてうまくいかなかったとかですか？ぐいぐい来られると逃げちゃう女子は多いですしね。もちろん個人差は大きいです。それに両思いなのであれば話は違いますが、一般的にはそうかなって。オスのと同じくらい引くのも大事なのですよ。